夢を見たいのに、夢を見させてくれない世界で私たちは育った。でもどこかに誰も知らないワクワクした世界があると信じていた。カサミ、ダミだな。何パムセッデイタイム。空想好きの高校生ナギが出会ったのは、異世界のウーパナンタからやってきた落ちこぼれのドラゴン乗りタイム。世界の死がラクター、ここから始まる。ラクター。彼の使命は現実世界に飛ばされた英雄アクタを探し出し世界を救うこと。世界を救う。ハッチが開いてゆく。世界が世界を食い始める。ここに創造主がいるはずだ。ウーパーナンタを作り出した人間だ。アクタ、お前は何もできない役立たずな。タイム、世界を救いたいだけ。なんでこんな悲しいことが起きなくちゃダメなんだよ。タイムと一緒にいると何か変われる気がする。タイム、ドラゴンって言葉の意味知ってるか。進化するものだっけ。そうだ、希望があるからドラゴン乗りは諦めない。俺は二つの世界どっちも守る。想像力が世界の扉を開く。ワンダーハッチ、空飛ぶ竜の島。